会場は満席、グッズ売り場も長蛇の列、最高のコンディションよ。頑張ってちょうだい。うん、社長から伝言よ。この程度のキャパシティで満足するな。相変わらずシビアだな。では失礼するわ。ガク、リュウ、頑張ってちょうだい。ペンの分までよろしくお願いします。リュウ、ペンはどうしたんだ。ライブに穴開けるのはプロ意識の塊のあいつらしくないだろ。昨夜土砂降りだっただろう。他の日にずらせない撮影だったからだいぶ無理したみたいだよ。緊急入院だって。入院？大事を取ってらしいが。俺が喉を枯らした時、自己管理が悪いだろ、プロの自覚だろ、散々言ってたあいつにメールしてやる。ライブは心配いらない、ゆっくり休んだろってな。ガクはいい男だな。まあな。あなたたち、天から何か連絡あった？マネージャー。いや、ありませんけど。どうかしたのか？それが病院を抜け出した。凪と玉木が来てない。あと1時間で開演なのに。マネージャー、こういう時こそあなたが彼らを管理しなくてどうするんですか。それでは同じことの繰り返しです。仕切り直した意味がないでしょう。やめろよ、マネージャーだけが悪いわけじゃない。可愛い人だな。え？何でもありません。とにかく今後は気をつけてくださいね。お前のその愛情表現、いつか人生で大失敗を招くからな。マネージャー、凪くんと玉木くんだけじゃなくて大和さんも見当たらないんだけど。マジかよ、リーダーまで何やってんだ。やばい、待ち合わせの時間過ぎた。お前ら、もっと早く走れ。おう、誤解です。遅刻しないよう、玉木と昼からスタンバイしてたのに。俺らのファンだっつった姉ちゃんが非常警戒中の警察官で、まさか爆弾事件に巻き込まれるなんて。東京ソライルタワーを爆破から守って遅刻したって説明して信じてもらえるでしょうか。俺なら信じねえな。ですよね。タクシー捕まえたくても事件のせいで道がすごい渋滞だ。走った方が早い。あれ、あの渋滞から出てくるやつ、トリガーのメンバーじゃないか。ここで結構です。大丈夫？どう？メンバーも遅刻なら会場遅れます。私たちセーフです。でもあいつなんかフラフラしてね。あ、倒れた。ジーザス、レスキューするです。彼らの携帯は？どこかで落としたんでしょうね。まったく。
リク君？大丈夫？息苦しそうだよ。大丈夫です。ちょっと緊張しちゃって。なんでお前が緊張すんだよ。トリガーのファンだったっけ？あ、いや。そういえば、お前の歌い方ってなんとなく九条天に似てるもんな。似てなんか。リク君、無理しないで。あそこのベンチに座ろう。すいません。七瀬さん、前から思っていたんですが、その呼吸、もしかして。なんでもない。大丈夫です。家族を捨てていった。あいつのステージを見なくちゃ。